クロフォード伯爵は、スコットランド貴族の伯爵位、デイビッド・リンジーが1398年に上されたのに始まる。バンフのシェリフやスコットランド海軍司令長官等の官職を務め、1397年に、いとこからクロフォード領主の地位を相続したデイビッド・リンジーは、1398年4月21日に、スコットランドをロバート3世への直居場で、 スコットランド貴族クロフォード伯爵に上された。その彦である四大伯、アレグザンダー・リンジーは、ブレッチンの戦いで国王に反旗を翻したが、敗れている。その長男である五大伯、デイビッド・リンジーは、スコットランド王ジェームズ三世の長身として、スコットランド海軍司令長官や区内長官等を、歴任し、1488年5月18日の、 ジェームズ3世の直居場で、スコットランド貴族、モントローズ公爵に除されたが、早期バーンの戦いで、ジェームズ3世に組みしたため、同王廃止後の同年10月17日に、制定された取り消し法によってこの除爵を取り消された。しかし1489年9月19日に、再度モントローズ公爵の除爵を受けた。 取り消し法は1504年3月に廃止されたので、最初のモントローズ公爵位も有効であるとする説があるが、後世に第7代バルカレス伯爵ジェームズ・リンジーが1848年の貴族院の決定で24代クロフォード伯爵を継承したとき、一緒に請求していたモントローズ公爵くらいの継承を認められなかったので、モントローズ公爵位は5代伯1代で終わったという。 扱いになっている。八大伯デイビッド・リンジーの長男アレグザンダー・リンジーは、父殺しで有罪となったため、スコットランド法に基づき、爵位継承資格が失われた。そのため、九大伯は三大伯デイビッド・リンジーからの分流であるデイビッド・リンジーが、継承した。しかし1546年5月に釈囲をアレグザンダーの維持に返すことが国王より認められた。 これにより彼の死後、アレグザンダーの維持デイビッド・リンジーが10大伯を継承した。16大伯ルドビック・リンジーは、新京都革命に際して、王党派として参戦して敗れ、大陸に亡命した。そのため1644年のスコットランド議会の議決により、初大伯の祖父サー・デイビッド・ド・リンジーに遡っての、分流であるジョン・リンジーが17大伯と宣言された。 彼はその前の1616 16年7月9日に、父から第10代バイレスのリンジー教徒、リンジー伯爵に助せられていた。子供のない20代伯ジョン・リンジーの死去に際して17代博に、遡っての分流である4代ガーノック死者、ジョージ・リンジー・クロフォードが21代博を継承した。この家系は、クロフォード、ついで、リンジー・クロフォードに加盟を改正し、 ガーノック子爵とキルバーニーイ,ーイーコールドラムリー卿を継承していた。1808年に22大博、ジョージ・リンジー・クロフォードが子供なく死去したことで17大博からの男系男子はすべて耐え、クロフォード博位は休止となった。しかし40年後の1848年8月11日の貴族院の決定により、クロフォード博位は次の通りに継承されたことが、 確認された。22大伯の死後に、分流の6大バルカレス伯アレグザンダー・リンジーが23大伯を継承し、彼の死後、その息子、ジェームズ・リンジーが24大伯を継承していることで、ある。このバルカレス伯爵リンジー家は釈意を本家に返した9大伯の子孫であり、1633年6月27日に、バルカレスのリンジー教、 1651年1月9日にバルカレス伯爵とリンイーベル卿に助せられていた家柄だった。また24大伯はクロフォード伯位継承前、バルカレス伯爵位継承の翌年の1826年7月5日の直居場で連合王国貴族爵位ランカスター州におけるヘイグホールのウィガンダン爵に乗されているので彼以降の当主は自動的に貴族院議員に列した。 26大博ジェームズ・リンジーは、天文学者として活躍した。27大博デイビッド・リンジーは、保守党の政治家として第一次世界大戦中から、戦後にかけての巨国一致内閣で、閣僚職を歴任した。2016年現在の党首は29大博ロバート・リンジーである。彼は、就職前に保守党の庶民委員議員を務め、 1975年1月24日に一代、貴族ファイフ州におけるピットコーシーのベルニール断爵に助せられていた。そして同年12月13日の父の死により、クロフォード白爵以下の世襲爵位を継承している。就釈後の1992年から2002年にかけてエリザベス皇太后の宮内長官を務めている。爵位に対するモットーは、勇気を持って損をせよ。 言答詞ロバート・リンジーは以下の尺位を保持している。クロフォード伯爵系フズ。ありがとうございます。